ました。音楽かけてちょっとゆっくりやってみましょう。すぐあの、ポンって終わった後、すぐふんわりと入ってくださいね。いきますよ。最初前奏はちょっと手拍子を打ちます。じゃあ始めてください。Thank you.
まだ5分の1なんだって、これでまだまだ増えるよ、もっとみんな踊ってくれないと。もっともっと踊れるよね、皆さん踊れますよね。あ、まだまだ踊れないと、どんどんもう一度、皆さんでちょっと、今踊ってない人たちもぜひ今のうちに園に入って踊りに参加してください。そして今回この歌っている歌は召し上がりのためにあの作った歌詞で歌っております。西にキッズゾーンダンサーズの皆さんやキッズ楽団の踊り手の皆さんも歌いながら踊っているんですけど、この歌詞はあの歌える人は一緒に歌ってほしいんですけど、最初青空広がる西新井大師と大師様、大師様は裏の庭で沼で裏に沼があったそうです。でそこで伊原に乗ってこのそうめんのようにザリガニ釣ったり釣りをしたりしていた昔の話を聞きました。それを元に作っておりますので、青空広がる大師様裏の沼でザリガニ釣ってた、西新井のトムソーヤたちで籠下げて夕暮れ商店街、いつも酔ったあの町工場。なんか懐かしい人もいましたねみんな町工場に乗ってましたからね。でこの後なんか夏が来るとマンションから東京マリンというネオンが見えるらしいんですね。夏が来れば東京マリン、今日も街はカレーの匂い。これ本当なんでしょうかね。なんかカレーの匂いがすることが多いっていう話を聞いてこういう歌詞になっていますが、皆さんどう思われたでしょうか。じゃあ分かる人はちょっと歌も口ずさみながら、ちょっと本当シャボン玉の量を見たいので、皆さん歌いながら踊って思いっきり本気のシャボン玉が見たい人、はーい。お、まだちっちゃい西新井の人元気ありますよね。はい、行きます。じゃあ皆さんで最後ちょっとみんなが踊るまでやろうかな、ずっと繰り返し全員踊るまでやめれないよ、もう行きます。じゃあお願いします。
撮影していいタイムに入ります。前のスタッフの人がここまでいいよっていうところまで予定した問題の写真を撮って海に行きします。座ってる後ろの方の人に見えるようにお願いします。